ギャレット・アンドリュー・オルソンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ、野球選手、投手。左投げ右打ち。2005年の MLB ドラフトで、ボルチモア・オリオールズからドラフト一巡目で指名され、契約を結んだ。2007年に負傷した先発スティーブ・トラクセルの代役として、ボルチモア・オリオールズ参加の3、A チームノーフォークタイズからメジャーに昇格した。 7月4日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビューを果たした。2008年は先発ローテーションに定着し9勝10敗を記録した。2009年1月28日、アーロン・ハイルマンとのトレードでロニー・セデーニョと共にシアトル・マリナーズに移籍し、先発、中継ぎをこなした。2011年3月13日にウェーバーでピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。 4月17日にディーフとなった。2011年12月12日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。2012年8月7日にメジャーに昇格した。オフの10月に FA となった。2012年11月、オークランドアスレチックスと契約を結んだが、2013年3月解雇された。同月17日に 故障のため契約破棄となったケルビン・ヒメネスの代役として韓国プロ野球トサンベアーズと契約した。しかし一生止まりでシーズン中の7月16日に解雇された。ありがとうございます。